欧州統合とは、ヨーロッパの全部、または一部の国による、政治的、法的、経済的、あるいは社会的、文化的な統合の経緯。現代において、欧州統合は主に、欧州連合や欧州評議会を通じて、進められている。ヨーロッパ諸国の統合構想を最初に示したのは、リハルト空伝法フカレルギーであり、1923年には、パンヨーロッパと題した。 生命文を寄贈している。空伝報復アレルギーの構想は、アリスティード・ブリアンに影響を与え、1929年9月8日に、国際連盟で、ヨーロッパの統合に賛成する演説を行い、1930年には、当時のフランス政府に対して、メモランダム・シュール・エル・オーガニゼーション D、ウン・レイジム D、ユニオン・フェダーレイ・ロピンを表し、この政府は、ヨーロッパで、 初めて統合の理念を正式に採択した。We must build a kind of united states of e u r o p パ in this way only, will hundreds of millions of dollars be able to d e g in the simple joys and hopes w i t c h make life worth living. 私たちはヨーロッパが死衆国と言えるようなものを樹立する必要があります。何億人もの苦労を負っている人々が人生を 価値のあるものとする自然な喜びや希望を取り戻すには、これしかないのです。ウィンストン・チャーチル第二次世界大戦が終結すると、西ヨーロッパでは統合の政治的機運が高まり、この情勢はヨーロッパ大陸を荒廃させた、極端なナショナリズムからの脱出であると捉えられている。ウィンストン・チャーチルは1946年9月19日に、中立被大学で行った演説で、 ヨーロッパが衆国の創設を訴えた。ただしあまり指摘されることがないが、この演説でチャーチル自身はイギリスをヨーロッパが衆国に含めていない考えを示している。第二次世界大戦の惨状や人的損害といった背景や戦後の和解の必要性はヨーロッパの統合という考え方をもたらし、それが具体的な形となったのが1949年に ストラスブールに創設された欧州評議会である。欧州評議会の活動の成果として最も重要とされるのが1950年の人権と基本的自由の保護のための条約であり、この条約に基づいてストラスブールに設置された欧州人権裁判所はヨーロッパ全体において人権と基本的自由について司る事実上の最上級裁判所となっている。 また人権については、欧州評議会の拷問逃亡支援会や欧州社会憲章によって保護されている。欧州評議会で採択された協定の大部分がより広範な司法分野での統合を目指すものであり、例えば司法補助、汚職対策、不正資金浄化対策、スポーツにおけるドーピング対策やインターネット犯罪などがある。 文化面での協力については1954年の武力紛争の際の文化財の保護に関する条約や、それ以降に締結された大学の研究や、学位の認定、少数言語の保護に関する協定などで謳われている。ベルリンの壁崩壊以後、中央、ヨーロッパや東ヨーロッパの旧共産主義諸国が欧州評議会に加盟することができるようになり、2007年の時点で、 欧州評議会には、非民主的な体制が続くベラルーシを除く47のヨーロッパの国が加盟している。このため欧州統合は、ヨーロッパ大陸全土を包含していることから、欧州評議会の枠組みにおいてはほぼ成功している。欧州評議会という枠組みにおける欧州統合は、加盟国がその諸協定に加盟すること、そして閣僚会議や議会館会議で、 政治的に協力していることを通じて機能している。1949年に制定された欧州評議会規定に従い、欧州評議会は人権や民主主義といった共通の価値観に基づいて加盟国間での一体化を進めていくことを使命としている。欧州安全保障協力機構はヨーロッパの安定を確保することを目的とした大西洋横断的な政府間組織である。 1973年7月に全欧安全保障協力会議として設立された。この組織は1995年1月に欧州安全保障協力機構となった。2006年以降、欧州安全保障協力機構には56カ国が加盟し、北半球の大部分を占めている。欧州安全保障協力機構には政治、軍事分野、経済、環境分野、 人道分野の三つの活動分野で進展している。この三つの活動方針で、紛争の防止と解決のためのメカニズム、経済や環境への脅威となる案件での監視、警戒、支援、人権と、基本的自由の完全な尊重をそれぞれ促進している。いくつかの地域統合の試みでは、政府間協力がうまく進み、地域での武力紛争の可能性が減ったものがある。 他方で、別の地域統合の動きでは、ヨーロッパ域内での自由貿易の障壁が取り除かれ、人、労働、商品、資本が国境を越えて自由に移動することが多くなった。以下の政治、経済における組織は、ポストモダン時代のバルト地域で創設されたものである。バルト議員会議は、エストニア、ラトビア、リトアニアの各国議会の間での協力を進める、ことを目的としている。 バルト議員会議は1990年12月1日にビリニュースで構想がまとめられ、1994年6月13日にその機構と規定が合意された。バルト自由貿易領域はエストニア、リトアニア、ラトビアの間での通称に関する協定によって創設された。協定は1993年9月13日に署名され、 1994年4月1日に発行した。協定は1997年1月1日に農産品も対象とするようになった。バルト自由貿易領域は参加国が2004年5月1日に欧州連合に加盟したことで消滅した。カンバルト海諸国協議会は1992年に創設され、バルト海沿岸諸国の間での経済、 市民社会の発展、人権問題、原子力や核物質の安全といった問題での政府間協力が進められた。カンバルト会諸国評議会には、デンマーク、エストニア、フィンランド、ドイツ、アイスランド、ラトビア、リトアニア、ノルウェー、ポーランド、ロシア、スウェーデンと欧州委員会が参加している。第一次世界大戦終結以降、 低地諸国地域で以下の連合体が設立されていった。ベネルクスはベルギー、オランダ、ルクセンブルクの間での経済、政治同盟である。1944年9月5日、ベネルクス関税同盟設立条約が署名された。条約の発行は1948年のことであったが、この関税同盟は1958年2月3日に、 デンハーグで条約が署名されたことによって同条約が発効した1960年11月1日にベネルクス経済同盟に引き継がれた。1955年にはベネルクス議会が創設されている。ベルギールクセンブルク経済同盟はベネルクスの前身とされる。この経済同盟の発足は1921年7月25日に署名された条約によるものであり。 両国の間で単一市場が創設されたほか、ベルギーフランとルクセンブルクフランを東下で固定することも定められた。ソビエト連邦崩壊以降、国会の沿岸地域では以下の組織が結成されていった。国会経済協力機構は、主に国会沿岸地域にある12の参加国の間で友好、前輪的関係を後押しすることで平和、安定、 繁栄を確保することを目的としている。国会経済協力機構は1992年6月25日にイスタンブールで11の当事国が宣言文書に署名した文書が1999年5月1日に発行したことで発足した。この11の原価名国とはアルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ブルガリア、ジョージア、ギリシャ、モルドバ、ルーマニア、 ロシア、トルコ、ウクライナである。2004年4月にはセルビアが加盟した。民主主義と経済発展のための気候グアムはソビエト連邦を構成していた4つの国による地域組織であり、協力と民主主義の価値の促進、安定した発展の確保、世界や地域の安全保障の強化、ヨーロッパ統合の進展を目的としている。機構に参加しているのはジョージア、 ウクライナ、アゼルバイジャンとモルドバで、これらは、原加盟国である。ウズベキスタンは1999年に一旦は、加盟したものの、2005年に脱退した。第一次世界大戦の終結以降、ブリテン諸島では、以下の合意文書が署名された。AI 評議会は1998年のベリファスト合意で創設され、この諸島の住民の間における結びつきの一体性の、 有効的で、相互に利益のある発展を促進させることを目的としている。AI 評議会は1999年12月2日に正式に設置された。AI 評議会は、アイルランド、イギリスと北アイルランド、スコットランド、ウェールズの3つの連合王国構成国、およびガンジー、マンジマ、ジャージーの3つのイギリスの王室属領で王盛される。イングランドは、 権限が異常された政府を持たないため、個別の主体として AI 評議会に加わっていない。共通旅行区域は1922年に設定されたパスポート不要の渡航区域であり、アイルランド共和国、イギリス、マンジ,マジャージー、ガンジーで構成されている。中央ヨーロッパでは以下の協力関係についての合意がなされている。中央自由貿易協定は中央及び、 南東ヨーロッパ諸国の間での貿易協定で欧州連合の正式な加盟国となるための準備として機能している。2018年の時点で中央自由貿易協定に加盟しているのは北マケドニア、アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モルドバ、モンテネグロ、セルビアと国際連合暫定統治両コスボである。中央自由貿易協定は1992年に チェコスロバキア、ハンガリー、ポーランドの間で署名されたものであるが、協定が発行したのは1994年のことであった。この間にチェコスロバキアは、チェコとスロバキアにそれぞれ分離、独立した。その後、1996年に、スロベニアが1997年に、ルーマニアが1999年に、ブルガリアが2003年に、 クロアチアがそれぞれ加盟した。2004年、チェコ、スロバキア、ハンガリー、ポーランド、スロベニアが欧州連合に加盟したことで、中央自由貿易協定から脱退した。同様に2007年には、ルーマニアとブルガリアが、2013年にはクロアチアが、脱退した。他方で2006年に、北マケドニアが、2007年に、アルバニア、ボスニア、ヘルツェゴビナ、モルドバ、 モンテネグロ、セルビアとコソボを代表して国際連合コソボ暫定行政ミッションが協定に加盟した。ビシェグラードグループは参加国間の協力とヨーロッパの統合のための中央ヨーロッパにおける協調関係である。ビシェグラードグループは1991年2月15日にハンガリーのビシェグラードで行われたチェコスロバキア、ハンガリー、 ポーランドの首脳による会談で結成が合意されたものであった。チェコスロバキアが解体した1993年以降はチェコとスロバキアが参加国となっている。スイスとリヒテンシュタインは1924年に関税同盟を結成し、両国ともスイスフランを通貨として使用している。第二次世界大戦の終結以降、北欧諸国では 以下のような組織が結成されていった。北欧理事会及び北欧閣僚理事会は1953年2月に創設された北欧諸国の議会と政府の協力フォーラムである。参加しているのはデンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン及び自治領であるフェロー諸島、グリーンランド、オーランド諸島である。かつてエストニアが 加盟申請したことがあるが却下されている。また、1991年には、理事会の情報事務所が、エストニア、ラトビア、リトアニアのバルト三国に開設されたほか、ロシア連邦のサンクトペテルブルク及びカリーニングラードにも、同様の事務所が開設されている。北欧旅券同盟は1954年に創設され、1958年5月1日から、 加盟国市民のパスポートなしでの越境移動ができるようになった。北欧旅券同盟を構成するのは、現加盟国のデンマーク、スウェーデン、ノルウェーに1965年9月24日に加わったフィンランドとアイスランド1966年1月1日に加わったデンマークの自治領であるフェロー諸島である。 欧州自由貿易連合は1960年5月3日に結成された欧州経済共同体に加盟していないヨーロッパの国による貿易ブロックである。1995年以降、欧州自由貿易連合に加盟するのはアイスランド、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタインであり、このうちノルウェーとスイスだけが原加盟国である。1960年1月4日、 ストックホルムにおいてオーストリア、デンマーク、ノルウェー、ポルトガル、スウェーデン、スイスとイギリスは欧州自由貿易連合の設立条約に署名した。フィンランドは1961年に準加盟国となり、1986年に正式に加盟した。また1970年にアイスランドが1991年にリヒテンシュタインがそれぞれ加盟した。 1973年、欧州諸共同体に加盟したことによって、イギリスとデンマークが欧州自由貿易連合から脱退した。また同様に、ポルトガルが1986年に脱退した。1995年には、フィンランドとスウェーデンも欧州連合に加盟したことによって、欧州自由貿易連合から脱退した。1951年、西ヨーロッパの6つの国が、 パリ条約に署名し、1952年7月23日の条約発効により署名国の石炭と鉄鋼の生産に関する権限を欧州石炭鉄鋼共同体に移動した。石炭と鉄鋼の生産は第二次大戦終結後のヨーロッパ復興に欠かせないものであり、また国内経済での石炭、鉄鋼資源は2つの世界大戦で重要な争いの対象となった。 フランスは1949年の西ドイツ樹立後も、鉄鋼業が盛んなザールラントの占領を続けていた。それが、欧州石炭鉄鋼共同体に国の権限が異常されたことで、欧州石炭鉄鋼共同体の加盟国は、互いにより大きな透明性と信頼を得ることができるようになった。国際紛争の火種となりやすい分野における、共同体への国家権限の異常は、 1957年署名のローマ諸条約による欧州原子力共同体、欧州経済共同体の設立という形で繰り返された。1967年には統合条約によって欧州石炭鉄鋼共同体と欧州原子力共同体の機関が欧州経済共同体のそれらに統合された。つまり3つの共同体は、 議会組織と裁判所を共有することになった。このことから三つの共同体は、欧州諸共同体と呼ばれるようになった。1987年、単一欧州議定書によって、欧州経済共同体設立条約が大幅に改定され、ヨーロッパ単一市場の創設と欧州政治協力の設定がなされた。三つの共同体は統合を深め、 欧州連合のもとで運営されていくようになるが、それぞれで独自の法人格を有していた。三つの共同体の原加盟国は、ベルギー、フランス、イタリア、ルクセンブルク、オランダと西ドイツで、1973年にデンマーク、アイルランドとイギリスが、1981年にギリシャが、1983年にポルトガルとスペインが、それぞれ加盟した。 また1990年10月3日に東ドイツが西ドイツに編入され、旧東ドイツの領域が諸共同体に加わった。この共同体創設という経緯において重要な役割を果たしたのがジャン・モネであり、モネは欧州連合の創設の父とも評され、その欧州連合はヨーロッパの統合において大きな原動力となっている。ヨーロッパの国と 地域的機関の相互関係欧州連合は27の主権国家による連合体である。欧州連合の基本条約では多くの分野における加盟国の政策を調整するために欧州連合の機関に一定の権限を委譲することを定めている。欧州連合は1993年発行の欧州連合条約の発行により既存の欧州経済共同体を発展させて 発足した。欧州連合発足当初の加盟国は、ベルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ポルトガル、スペインとイギリスであった。1995年に、オーストリア、フィンランドとスウェーデンが2004年に、キプロス、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、マルタ、ポーランド、 スロバキアとスロベニアが2007年にブルガリアとルーマニアが2013年にクロアチアがそれぞれ加盟した。その後2020年にイギリスが欧州連合を離脱した。またトルコ、北、マケドニア、モンテネグロ、セルビア、アルバニアは正式な加盟候補国となっており、ボスニア・ヘルツェゴビナが加盟を申請している。かつてモロッコが加盟を申請したことがあるが、 この申請は却下されている。また、スイスの加盟協議は凍結され、ノルウェーの加盟は二度の国民投票で否決されている。アイスランドは2015年に加盟申請を取り下げた。加盟国には、ほとんどの権能が残されているが、その一方で、全体的な決定を行うために、欧州連合に異された権限があり、また欧州連合と共有する権限。欧州連合が、 加盟国を補う権限といったものもある。欧州連合はそのすべての加盟国の領域にまたがる単一の市場を運営し、ユーロ圏諸国において単一の通貨を使用している。さらに欧州連合は欧州経済領域や関税同盟などを通して欧州連合に加わっていない国と経済関係を有している。自由貿易地域欧州経済共同体の 設立によって加盟国の間で、関税、輸出入量の制限、商品についての特権が廃止され、自由貿易地域としての体を成すようになった。多くの国では自由貿易協定とともに、欧州連合との連合協定にも署名している。このような国、地域は、地中海沿岸に多く、1997年にはパレスチナ自治政府、1998年にチュニジア、 2000年にイスラエルとモロッコ2002年にヨルダン2004年にエジプト2005年にアルジェリア2006年にレバノンとそれぞれ協定を結んでいるほか地中海沿岸地域以外にも2000年にはメキシコと南アフリカ2003年にはチリとの間でそれぞれ協定を結んでいるまた多くのバルカン諸国においても2004年に北マケドニア 2005年にクロアチア、2006年にアルバニア、2007年にモンテネグロとそれぞれ安定化、連合協定を結んでおり、2008年にはボスニア・ヘルツェゴビナとセルビアとの間でも署名を済ませている。2008年、ポーランドとスウェーデンは欧州連合とアルメニア、アゼルバイジャン、ジョージア、モルドバ、ウクライナとの間での自由貿易地域を設立する。 ことを含む東方パートナーシップを提唱した。関税同盟欧州連合の関税同盟では、域内を移動する商品に対して、関税を課さないことになっている。この関税同盟は、欧州連合のすべての加盟国を対象としている。欧州経済共同体の加盟国間での関税障壁撤廃が実現したのは1968年のことであった。アンドラとサンマリノについても、 第三国との間では、欧州連合の関税同盟に加わることになる。また、トルコとは、欧州連合、トルコ関税同盟を結成している。単一市場1992年署名の欧州、連合条約によって発足した欧州連合の最大の目標の一つが単一市場の設立と運営である。単一市場の創設によって、域内での商品、サービス、資本、 人の自由な移道という四つの自由の確保が追求されている。欧州経済領域での取り決めによって、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインは欧州連合に未加盟のままで単一市場への参画が認められている。これらの国に対しては上述の四つの自由も適用されているが、漁業と農業については制約が設けられている。スイスは、 欧州連合と2社間で取り決めを結んで欧州経済領域の取り決めとは異なる内容で連携している。ユーロ圏ユーロ圏とは欧州連合の経済通貨統合における第3段階であるところのユーロ通貨同盟を導入している欧州連合加盟国を意味する。一部の欧州連合に加盟していない国は経済通貨同盟に加わっていないにもかかわらずユーロを通貨として採用している。 そのため欧州連合に加盟する19カ国と6つの欧州連合非加盟国の合わせて25の国と地域がユーロを通貨として使用している。ユーロ圏が誕生したのは制度上では1999年1月1日のことである。しかしながら効果や紙幣が使用されるようになったのは2002年1月1日のことであった。百九十九年のユーロ圏発足当初の 加盟国は、オーストリア、ベルギー、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ポルトガル、スペインであった。その後、二千一年一月一日に、ギリシャが二千七年一月一日に、スロベニアが二千八年一月一日にキプロスと、マルタが二千九年一月一日に、スロバキアが二千十一年一月一日に、 エストニアが2014年1月1日に、ラトビアが2015年1月1日に、リトアニアがそれぞれ通貨をユーロに移行させた。欧州連合に加盟していないモナコ、サンマリのバチカンは欧州連合との間で取り決めを交わし、ユーロを通貨として採用しており、また独自のデザインを持つユーロ効果の中造も認められている。アンドラ、モンテネグロ、コソボは、 ユーロの誕生の時から通貨として使用している。教育、エラスムス計画は1987年に策定された学術的なコミュニティの自由な移動奨励、支援することを目的としている計画である。欧州連合のすべての加盟国にアイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、トルコ、イギリスを加えた31カ国が参加している。スイスは 欧州連合との距離を取るために一時期は離脱していたが2007年に再び参加資格を有するようになった。欧州高等教育圏はヨーロッパにおける教育制度の統合を目指しているものである。県内では学位や修学機関を相互に認定している。欧州高等教育圏はボローニャプロセス及び欧州評議会のリスボン認証協定によって実施されている。 ボローニャ宣言は1999年に当時の欧州連合加盟国とキプロスを除く加盟候報国及び欧州自由貿易連合のうちの3つの国の計29カ国によって署名された。その後も2001年にクロアチア、キプロス、リヒテンシュタインとトルコが加わった。2003年にアルバニア、アンドラ、ボスニア・ヘルセゴビナ、バチカン、北、マケドニア、 ロシア、セルビアが協定に署名し、アルメニア、アゼルバイジャン、ジョージア、モルドバ、ウクライナも2005年に署名し、モンテネグロも2007年に加盟した。この結果、欧州高等教育圏は46カ国にまたがっており、欧州評議会に加盟する国のうちモナコと3割の以外の国が参加していることになる。また、ベラルーシとカザフスタンについても参加する資格がある。 衛星スマートオープンサービス、通称 SOS と呼ばれるプロジェクトでは、病人の自由な移動を促すことを目的としている。SOS では、医療関係者がコンピュータを用いて、別の国で集められた病人のデータに、コンピュータでアクセスしたり、すべての当事国において、処方箋を作成したり、他の欧州連合加盟国で、待機患者に治療を行ったりすることができる。 SOS プロジェクトは、オーストリア、ベルギー、クロアチア、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、イタリア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポ,ドポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデンの EU 加盟21カ国と、ノルウェー、スイス、トルコ、イギリスの非、e、EU 加盟4カ国の 計25カ国で稼働しており、カナダとアメリカ合衆国は継続的な協力国である。基本権検証欧州連合基本権検証は基本権について定めた文書である。検証で用いられている文言は加盟国の閣僚を急合意によるものであり、リスボン条約で法的拘束力を持つようになった。ただしチェコ。 ポーランドとイギリスに対しては、検証の適用が除外されている。参政権ヨーロッパの統合は、外国人人政権についても及んでいる。つまり、欧州連合の市民は1992年署名の欧州連合条約によって、地方選挙での選挙権が付与されている。ベルギー、ルクセンブルクは、欧州連合条約の発行以降、リトアニアとスロベニアは、 欧州連合への加盟以降、すべての外国籍の住民に選挙権を付与している。またで、デンマーク、フィンランド、オランダとスウェーデンは、欧州連合条約の発行、または欧州連合への加盟以前から、外国籍の住民に賛成権を付与していた。さらに、北欧旅券同盟では加盟国の市民に、すべての加盟国での選挙権及び非選挙権が付与、されているほか、 二国間条約で双方の国民に自国での選挙権、非選挙権を認めている国もある。これに加えて欧州経済領域に参加するアイスランドとノルウェーは全ての外国籍の住民に選挙権を与えている。宣言権宣言協定策定の中心となる目的はヨーロッパの国々にある物理的な協会を撤廃することである。宣言協定とその関連規定は アイルランドを除く26の欧州連合加盟国とアイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイスが対象となっており、イギリスは対象外である。この30カ国のうち26の国で規定が施行されているが、ブルガリア、クロアチア、キプロス、ルーマニアも施行に向けて準備を進めている。モナコ、サンマリのバチカンについても事実上の支援原件になっている。 欧州連合は国家ではなくそのため独自の軍事力を保持していない。しかしながら最終的には欧州連合の指揮下に置かれるような多国籍軍や平和維持部隊というものが存在している。このような部隊は将来的に欧州連合の軍隊となるという見方がある。これらの部隊は加盟条約において単一防衛政策参加の適用除外を受けている。 デンマークと、いずれの部隊にも参加していない、マルタの2カ国を除く欧州連合加盟25カ国とイギリスの部隊で構成されている。さらに、共通外交、安全保障政策と共通安全保障防衛政策の発展に伴って、西欧同盟の能力や機能が欧州連合に移管されている。また欧州連合は、ベルリンプラス合意によって、北、大西洋条約機構と、 緊密な関係を有している。ベルリンプラス合意は2002年12月16日に北大西洋条約機構と欧州連合との間で包括的に結ばれた取り決めである。この合意により欧州連合は国際的な危機に独自の対応を取ろうとする場合において北大西洋条約機構が単独で行動する意思がなければ北 大西洋条約機構の保持する資源を用いることができる。北大西洋条約機構に加盟する30カ国には欧州連合に加盟する国も多く含まれている。ブリュッセル条約は1949年にワシントン DC で署名された北大西洋条約の前身とも考えられている。北大西洋条約にはアメリカ合衆国、カナダ、ポルトガル、 イタリア、ノルウェー、デンマーク、アイスランドに加えて、ブリュッセル条約の当事国であった5カ国が署名した。以降、北、大西洋条約には、1952年にギリシャとトルコ、1955年に西ドイツ、1982年にスペイン、1999年にハンガリー、チェコ、ポーランド、2004年にブルガリア、エストニア、ラトビア、 リトアニア、ルーマニア、スロベニア、スロバキア、2009年にクロアチアとアルバニア、2017年にモンテネグロ、2020年に北、マケドニアが加盟した。さらに、ウクライナとジョージアも加盟を目指すということが伝えられている。このように、30の北、大西洋条約機構加盟国のうち21カ国が、欧州連合加盟国、3カ国が、 欧州経済領域3カ国で4カ国が欧州連合加盟候補国となっている。2007年5月22日に欧州連合加盟国は従来は加盟国がそれぞれで参加してきた欧州宇宙機関との関係について一本化しヨーロッパでの宇宙活動の共通した政治的枠組みを設けることで合意した。ところが欧州宇宙機関は法令上は 欧州連合と関連のない政府間組織であり、両者の参加国はそれぞれで異なっていて違う規定でもって運営されている。欧州宇宙機関は1975年に欧州ロケット開発機構と欧州宇宙研究機構が統合して発足した。この時に参加していたのはベルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スペイン、スウェーデン、 スイスとイギリスの10カ国であった。その後、1975年12月31日に、アイルランドが1987年にオーストリアとノルウェーが1995年に、フィンランドが2000年に、ポルトガルが2005年にギリシャとルクセンブルクが2008年に、チェコが2011年に、ルーマニアが2012年に、ポーランドが 2015年にエストニアとハンガリーがそれぞれ加わり22カ国が参加している。また1979年からはカナダが合意に基づいて協力国という特別な地位で参加している。他、2016年にスロベニアが2020年にラトビアが2021年にリトアニアが順加盟国として参加している。また、2010年に スロベニアが2013年に、ラトビアが2014年に、リトアニアが2015年に、スロバキアとブルガリアが2016年に、キプロスが協力国となっており、2004年に、トルコが2008年に、ウクライナが2011年に、イスラエルが2012年に、マルタが2018年に、クロアチアが協力協定に署名している。欧州。 地中海パートナーシップは、マシュリク・ヤマグリブといった地域との関係を強化するために、欧州連合によって取りまとめられたものである。1995年に、バルセロナにおいて、ヨーロッパと地中海諸国の国や地域が出席する会議が開かれ、その後も1年ごとに会議が開かれている。2004年の拡大でキプロスとマルタの地中海地域の国が欧州連合に加わった。 欧州、市中海パートナーシップには、欧州連合の28カ国と、アルバニア、アルジェリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、エジプト、イスラエル、ヨルダン、レバノン、リビア、モーリダニア、モナコ、モンテネグロ、モロッコ、シリア、チュニジアとパレスチが暫定自治政府の15カ国、地域がパートナーとして参加している。ただしリビアは1999年から、 オブザーバという地位で参加している。欧州、地中海自由貿易領域は、バルセロナプロセスや欧州近隣政策を土台とした、ものである。この自由貿易領域には、欧州連合、欧州自由貿易連合、欧州連合との間で、関税同盟を結んでいる、トルコ、アンドラとサンマリの欧州連合への加盟候補国、バルセロナプロセスのパートナーが含まれている。 2008年7月には地中海沿岸の諸国による共同体である地中海連合が設立された。ヨーロッパの統合という考え方に欠かせない根本的な理念はいかにして民族国家の間での戦争を回避するかということである。交流主義では民族国家の安定のための条件を理論化することが模索されてきた一方で連邦主義や機能主義では 民族国家の抑制を掲げているヨーロッパ統合の理論で最も有力な理論の一つが新機能主義でありエルンストハースはザユナイティングオブヨーロッパポリティカルソーシャルエコノミカルフォーセス1950から1957でその考えを展開しまたレオンディインドバーグはザポリティカルダイナミクスオブヨーロピアンエコノミックインテグレーションでそれを進化させた 新機能主義と政府間主義の間での議論は欧州連合の発展と阻害要因を理解する上でいまだ中心的なものとなっている。現代では欧州連合の複雑な政策決定やマルチレベルガバナンスに焦点が当てられており欧州連合の機能や発展を理論化することが試みられている。ヨーロッパ統合には明確な最終目標が定められていない。 統合や欧州連合の拡大は国、地方を含めたヨーロッパの政治において主要な議題となっている。しかしながらヨーロッパの統合は国家の主権や文化的アイデンティティといったものと競合するものであり、欧州会議主義の考え方の反発を受けている。ありがとうございます。